はい、えー、そっか塾のこバです。今回ね、竹中平蔵さんの平、hey! チャンネルっていう竹中平蔵さんの YouTube チャンネルがあるんですけども、こちらの方がまた更新されましてね、いろいろと意地悪なツッコミをしようと思ったんですけども、いや、ちょっとね、今回ツッコむところがなかなか見つかんなくって、何を言おうとしてるかっていうと、竹中平蔵さんね、この緊急事態宣言が発令されて、これちょっとね、今回場合によってはね、国民全員一律給付、 これ特別定額給付金の第2弾が必要なんじゃないかなってことを言い出したんですよえそしてそれだけではなくてあて企業向けの持続化給付金もこれ継続的にやった方がいいんじゃないかなというふうなこともね言ってくださってるんですよねでこれを場合によっては貸し付けにしてその貸し付けをある一定の期間が来たらね免除するみたいなハイブリッド方式っていうのがね昔言われてましたけどもそんなことも匂わすようなことを言ってくれてねおいおい竹中さんなんかやっぱりあなた善人だったのねみたいな感じがするわけですよ ただやっぱりね、それでもね、せっかくの放送なんで、どこまでも徹底的に竹中さんを悪く言わないといけないかなっていうんで、ちょっと言わせてもらいますけども、今回緊急事態宣言が発布されたと言ってますけども、はっきり言って我々ロスジェネ世代にとってみたらね、 パソナ緊急事態宣言はもうね、20年前にもう出されていたんだよってことなんですよ。で、今回竹中さんは、今回の緊急事態宣言で飲食店ですとか、小売店にダメージがいくよと、そういったところで働いている方が首を切られるんじゃないのって言ってましたけども、大丈夫です。首を切られるのは、派遣切りに合う派遣社員の方ばかり。パソナの得意技でしょで、パソナの株価は安泰なわけですよ。そして、派遣切りをした企業も、 大丈夫大丈夫みたいな感じで思ってるんじゃないかなっていうふうに言ってみたんですけどもまあここまで意地悪に考えなくてもいいかなっていうところですよね。えー、まあ竹中さんね今回はねちょっと私的にはさすが言ってくださってありがとうございますみたいな感じだったんですよ。ただどこまでも竹中さんをちょっと叩いていきたいなと思った時になんか企んでるんじゃないですかと。 中小企業をジェームス・アトキンさんかなんかと一緒になって潰そうとしてんじゃないのと思いたいんですけども、うん、今回そんなこともね、全然匂えなかったんで、ちょっと悔しいなと。うん、で、ここでね、一つ、うん、ちょっと振り返ってみたいんですけども、私もロスジェネ世代のど真ん中で、確かに新入社員として働くのは非常に難しかったんですよね。で、一つ言いたいことは、当時、私がね、 指を加えて、まあ、見て見いただけけなんですけども、アパレルに全然就職ででで、きなかったんですよで。アパレルに行く人ってのは結構ね有望株で、まあ、優秀な方だったんですけどもその洋服の青山とかね新士服の春山とかっていうのはあるんですけども岡山広島にあ福山に。でこちらの2つがね結構苦境になっているみたいな感じで20年以上経ってちょっと皮肉な話だなと思ったわけなんですよ。 そこに憧れた私が入れてなくてそこに入社できた人たちはちょっと今苦しいみたいなね時代ってのは分かんないもんですねそしてもう一つ言いたいことなんですけどもこれも私の世代なんですけども派遣社員っていうブームが起きましたで規制緩和によってある特定業種じゃなくてほとんどの業種によって派遣社員が働くことを採用することが可能になったんですけどもよくねそれをパソナが竹中さんねあの政府の方と組んで 規制緩和して、結局はパソナーを有利にしたんだみたいな言ってますけども、それも確かにそうなんですけども、いや、そもそもね、なんで私たちは派遣社員になりたいっていうふうにそっちの方に流れていっちゃったのかなとか、考え方としては二つあって、一つはね、派遣社員になるんじゃなくて、もうね、社員以外はもうならないんだって言って、新卒から三年ぐらいはね、どっかの正社員になることを目指して働くか、もう一つは、まあ、 派遣事業が解禁になっったんだったらまあ簡単にはいかないと思いますけどもじゃあ派遣社員として働くんじゃなくて派遣会社を作ろうっていうふうに思っていればよかったのかなと思ってるんですよ。まあ当時私はそこまで知恵が回らなかったんですけども確かに規制緩和になった時にそっちで働き手になるのか働かせる方になるのかだけでもだいぶ違うと思うんですよね。 うんなんかね、私も含めてなんですけども、派遣社員になることをだいぶ憧れてしまって、私は結局どこの派遣社員にもなれなかったんですけども、派遣社員になったとしたら多分、今ね、パソナをすごく恨んでると思うんですよ。その辺、どうなんですかね、当事者の方に、えー、聞いてみたいところはあるんですけども、やっぱりこのパソナの改革、竹中さんが裏で糸いいを引いて、自分だけががっぽり儲けるためにやってたんですかね。うんちょっと私もね、竹中平蔵さんに、 後ろぐらいものを感じながらも、でも今日みたいなね、国民のために考えてやってるんじゃないかなって思うところもあったりとか、うん、どっちなんだろうと思ってるんですよ。うん。もちろんね、竹中さんの言葉だけを素直に捉えれば、あ、国民のことを考えてくれてるなと思うんですけども、でもね、竹中さんのことを評価する人の声を聞いてると、そんな悪い人だったのみたいに思っちゃうところがあって、忍とも勘ともなところなんですよ。よろしかったらコメント欄で教えてください。で、本日は以上です。